香港西急流駅は、香港油センサカン、国市急流にある、香港鉄路有限公師、中国鉄路総講師の駅である、港不可思考高速鉄道の香港側終着駅、2018年に開業した、西急流文革という再開発地区にあり、美術館や博物館、劇場などが隣接する、駅の主要施設は地下にあり、 香港特別行政区内の軌道は全域がトンネル構造となっている。プラットフォームは現在未使用のものを含めると16両対応が9線、八8両対応が1 0あり余裕を持った作りとなっている。西急流駅と甲州南駅間の所要時間は50分弱となり、従来の高速バスと比べて大幅に短縮された。駅構内にある境界線香港は一国二制度に、 基づき、中華人民共和国とは異なる行政、法制度下にあるが、本駅には改札とプラットフォームの間に、イミグレーションが設置されており、乗客は同一の駅構内で出入り座開店続きが行える。香港の領域内でありながら中華人民共和国の法律が適用される区域が存在する。そのため香港の民主派の一部は、香港の自治権が損なわれるとして反発している。 2019年8月には、香港のイギリス総領事館に勤務する男性職員が、新鮮から香港に向かう高速鉄道に乗った後に、警察当局に身柄を拘束されており、西急流駅の中華人民、共和国側管理区域内で拘束された可能性が指摘されている。以下の駅とは、歩道橋と地下通路でつながっている。中庭西口コンコース1階。 西側切符売り場自動切符売り場案内所、改札口プラットフォーム五島式、東端式ホーム11面19線を有する地下駅。改札口、切符売り場は B1 階に配置されている。待合室は B3 階に設けられる。プラットフォームは下記のように配置されている。高知、観光バス乗り場駅の周辺駅の周辺には巨大高層マンションが立ち並んでいる。 ありがとうございます。